なんで？いや、俺好きだよ、カレンの。その顔？だって、あんな部屋汚いの見て。うん。それでも好きやん。俺好きだよ。だって可愛いじゃん、だって。だって部屋汚いのダメって。うん。それはやっぱね、掃除すればいい話やん。今は綺麗だよ。あ、綺麗なんだ。うん。っていうか、修二さんにもらった掃除機壊れた。彼氏に買ってもらえねえよ、それ。彼氏いなかったらさ、俺買ってあげたけどね、カレンちゃんに。うん。買ってもらえねえよ。うん。別れな、じゃあ。買ってあげるから。もう猫まちゃんはいいの。猫まちゃんはわざわざ結婚してるでしょ。あ、そっか。赤ちゃんいるじゃん。うん、うん、いや、カレンと付き合いたかったな。ネタになるじゃん、絶対。ネタになるからいいんだよ。ネタがなかったら酢飯になっちゃうじゃん、ただの。まあね。うん。だって、ね、ネタが乗ってるお寿司とネタが乗ってないお寿司、どっちが美味しいと思うよ。じゃあネタある方。そうでしょ。うん。ネタにしなきゃダメじゃない。まあね。うん。うん。じゃあ別れないんだ。じゃあ仲いいんだ。仲いいよ。残念だな。じゃあその人と結婚も考えてんのじゃ。さ、うん、子供欲しいって言うんだよ。うん。だから今妊活してるんだ。仲出ししてるじゃん。うん。おお。子供欲しいんだって。マジかよ。うん。いいな、毎日仲出ししてるじゃん。マジかよ。うん、羨ましいな。仲出ししてなかったの？してたよ。できなかった？ピル飲んでたから。あ、そうなの。生理不順で。うん。彼は飲んでないの？ピルは。飲んでない。え、いつぐらいからして仲出ししてんの？もうできちゃうんじゃない普通に。いや、でも私も生理不順なんだよ。あ、できないんだ。だから今ホルモン剤飲んでる。あ、赤ちゃんができやすいように。うん、できやすいようにっていうか、まあ生理がちゃんと来るように。ああ、うん。じゃあ子供できたらもうすぐ結婚だ。そうだね。結婚したら配信やめちゃうの？やめないよ。やめないんだ。うん、結婚したら、うん、誰かは言うよ。あ、結婚したら教えてくれるのね。うん。誰と結婚したって。うん。え、それ俺らも知ってる人なのかな。秘密。ちょっと待って、それさ、配信者じゃないよね。秘密。はぁ、秘密。これ配信者だな、これ。だから秘密だって。いや、だってリスナーさんだったら結婚したら言わないじゃない。結婚したら言います、うん、イコール配信者じゃん、これ。秘密。え、これマサヤンなの？あれ秘密だってば。マサヤンと仲出ししてんの今？子供作ってんの？マサヤンではない。違う配信者か。じゃあ、配信者、絶対配信者だね。ん、普通の人だったら、だって、うん、言わないもん、結婚しましたって、その人と。本当に？うん。え、その人、結婚するときに発表するときって顔出しするってこと？うん。はい、配信者、これ。これ誰だよ、これ。誰？いや、マサヤンじゃないでしょ。マサヤンじゃない。誰、仲出ししてんの、これ。いや、俺知ってるよ、絶対。じゃあ会ったことあるから、それで教えて。いやだ。
会ったことあるか俺。秘密。エンディが知ってる？お誰だよ。え早くじゃあ赤ちゃん作っちゃってよ。いやできるかな。え誰だ？えどんぐらいのペースで会ってんの？週1ぐらい。週 1？ じゃ張ってれば会えるってこと？カレンちゃんの家の前で。カレンちゃんの家に来るってこと？その人の家には行かないの？カレンちゃんは。うん、まあ会いに行ったりもするけど。あ、行ったりしてるの？いや、でもほとんど私の家だね。じゃあ貼ってようかな、俺。暇らしい。やめてもらっていい？次いつ会うの？え、次まだ決めてない。ん？ヒロシって誰なの？ヒロシって。カネちゃん、ヒロシって知ってる？知らない。ヒロシって誰？わかんない。なんか絶対にヒロシなんだけどっていう人いるよ。え？絶対ヒロシだわって言ってる人いる。誰ヒロシって？ヒロシって知らないんだけど。あ、ランディさん？ランディのマスターってこと？え？ランディのマスター？違うよ。ランディは友達じゃん。違うの？うん。ヒロシって知らない。あ、でも東京住みだってことだね。まあ東京住みだよ。うん。うん。の男の配信者。いや、配信者かは分からない。いや、配信者だね。いや、分からない。は、歯抜けの小林くん？まあ、いたね。ありえないでしょ。ありえない。思い出したわ。え？こないだコラボして、うん。喧嘩して追い出したよ、家から。あ、そうなんだ。え、じゃあ何その今付き合ってる彼氏はカレンちゃんと、うん、ほら俺みたいな男の配信者とコラボするのは NG なの？ダメなの？ OK なの？あ、OKOK。 あ、いいんだ。うん。へえ。全然そういうのは OK。 旅行とかも行くし、来週、来月。え、誰と？ゴラリン。は？ゴラリンとどこ行くの？沖縄。あ、そうなんだ。うん。それまあ、ないと思うけど、うん、配信外で二人きりなところもあるわけなんじゃない？いや、ないよ。だって部屋も別だし。うん。でも配信外で二人きりになることがあるわけじゃない。あ、それ心配じゃないの？それ彼氏は。いや、いいよって言われてる。うわ、すごい心が広いね。うん、だって。え、まさかのゴラリンなの彼氏？違う、それはない。いやいや、旅行行かないでしょ。いや、だってゴラリン前沖縄に住んでたからさ。うん、俺住んでた。俺会ったことあるよ。俺沖縄に行った時にゴラリンに話しかけられたよ。あ、本当に？うん。なんて？あ、せいさんじゃないですかっつって。うん、たまたまね。うん。え、ゴラリンって今どこに住んでる？岐阜。あ、岐阜なんだ。じゃあゴラリンじゃないわ。岐阜からそんな週1回会わないでしょ。うん。いや、東京の配信者だね。特定しようとする。いや、特定しようと思って俺。なんでよ。いや、気になるじゃん。気になるじゃん。だってさ、配信者なのになんで言わないの？バカなのかなと思うよ。なんで言わないの今、その彼氏と付き合ってるその人の名前を。配信者かもわからないじゃん。うん、ブッパハープンパパパパ。え？ブッパハープンパパパパ。何言ってんの？ブッパハープンパパパが。何や、絶対何？ブッパハープンパ。わかんないじゃん。配信者じゃないかもしれない。ベッパーハープンパパ。いや、わからない。だって言わないもん、結婚した後に。言わないもん。何を？その私と付き合ってたのは誰々ですっていう配信を取らないって。だって誠司さんだって顔出しまでするってことでしょ。え？彼氏はやめてって言うの、ネタになるから。うん。うん。配信で言うのは。うん。うん。え、その人じゃ体型とか教えてよ。痩せてるかデブか。教えない。デブかガリか教えて。教えない。ヒントちょうだい。ヒントない。ノーヒント？うん。じゃあ、ヒントくれないんだったら、うん、俺カレンちゃんの家の前にずっといるよ。やめてよ。
マジで暇だから、俺仕事してないし時間は無限大にあるのね、うん、暇なのね。あとじゃあコラボしようよ。コラボいいけどずっとあの一緒にいるよ。悪いけど一緒にコラボしました、じゃあカレンちゃん配信ありがとうございましたって切るじゃん幕、うん、切ってもずっと家にいるよ俺。迷惑、彼氏が別れまでずっと家にいるよ。迷惑なんだよ。迷惑だよそりゃ。それは迷惑だわ、うん、だって教えてくれないんだから。それは迷惑だわ、うん、その人って配信で食って言ってるの。だから配信者かもわからないって、うん、いや言わなかったね、滑らせたなと思ったけど誰なんだろう、ちょっとわかんねえわ。モア君って誰？モア君って。え？モア君って誰？ああ、モア君はやっちょのところでコラボした。イケメンなの？うん、あのゴールデンボンバーのあの。ゴールデンボンバー。あれに似てる。厳しくて厳しくてってやつ？そう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 。ああの誰？ボーカル？あのボーカルに似てる。あ似てる。なんだっけ名前？キリュウインだっけ。あ、キリュウイン、うん、キリュウインに似てる、モア君。へぇ、知らない。うん、モア君、ツイキャス配信者だね。あ、そうなんだ。うん、へぇ、知りたいな、ちょっとカレンちゃんの彼氏、誰なんだろうえ、カレンちゃんのさ、そのリスナーさんでも知らないの、誰も。知らないよ、誰も。うっそ。うん、え、誰？すげえ気になるわ。狙んねえよ、マジで。いや、俺からしたらもう9割ぐらい配信者だともう睨んでるよ。あ、そうなの？うん、100%に近い、90。へぇー。うん。そう、配信者じゃなかったら、絶対配信者じゃないって言うのに、どっちかを分からせないって匂わしてるじゃない。その時点で配信者なんだね。え、そうなの？うん。そう、じゃあそうなんじゃない？うん。じゃあ子供できたら教えてね、じゃあ。うん、子供できたら教える。うん。え、めちゃくちゃ驚く？いや、別に普通じゃない？ふーんってぐらい。どういうリアクションだと思う、俺は。それを知った時に。カレンちゃん。いや、秘密だよ。それ、リアクション教えて、俺がどういうふうなリアクション取るか。秘密。びっくりする？秘密。いや、これ絶対知ってるやつだ、俺。秘密。絶対知ってんじゃん俺。秘密。じゃあ貼るね、もうめんどくさいから。わかった。うん。またね、じゃあ。うん、じゃあね。うん。お幸せに。はーい。どう思います？